回は、セリアで買ってきた手作りジュエルソープ、クラフトソープキューブ、クリアっていうのとホワイトっていうのを買ってきました。これを今から作っていこうと思います。大人と一緒に作ってください。人体を洗浄するものではありません。これができるのに半日から1日かかるので、まあ、1日置いてみようと思います。母ちゃんが透明耐熱容器に入れてレンジでチンします。500ワット。うわ、かっこいい。クリスの透明20秒加熱するらしいです。今からラップをかけずに500ワットで約20秒加熱します。溶けない場合は様子を見ながら加熱してください。完全溶かすということで、ちょっとすごいリアルゴールドみたいになって、今割り箸でも、じゃあしゃがんで、いや重いな、いやしゃがとりあえずしゃがんで、今レンジでチンして溶かしたので、こういうのかき混ぜるんじゃないかな。痛くなったけど匂いがおかしいからすぐバレちゃう。どうこの色？いちご。いちごのかき氷がちょっと残って溶けた感触のドロドロ。次もっと濃いやつ入れたりして。泡が立つ、うん、これやね。